マグリオ、ホセ・オルドニエス・デルガードは、ベネズエラ・カラカス出身の政治家、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。同姓同盟の息子もプロ野球選手である。1991年、18歳で、シカゴ・ホワイトソックスに入団。1997年8月29日に、メジャーデビューを果たす。1999年から2002年にかけて、 4年連続で打率3割、本塁打30本、打点100打点を達成。2003年は打率、317、29本塁打99打点と、惜しくも5年連続はならなかった。2001年から2003年にかけては70本以上の長打を放った。2004年5月19日のクリーブランドにおける試合で、オマービスケルがライトに打ち上げた。 ポップフライを追ってにる意種のウィリー・ハリスと衝突すると、故障者リストに二度入り、左膝に二度の手術を受けることになった。同年は52試合に出場し打率、292、9本類打、37打点に終わった。オフにフリーエージェントとなった。2005年2月7日に移籍した。この契約はタイガースが一人の選手と結んだものとしては、当時の最高額である。 2004年に膝の故障を抱えていたため契約には同じ箇所の故障で25日以上故障者リストに入った場合には600万ドルの医薬金で契約解除できるという条項が含まれていた。2005年はシーズン始まって1周目に腹筋を痛めそれがヘルニアと判明すると結果続く3ヶ月を DL で送ることを余儀なくされた。 手術の後に2ヶ月を休養に当てた後はトレドに本拠地を置くタイガースのトリプル a チームでリハビリに励み7月上旬にメジャー復帰その後はクリーンナップを任され安定して3割を超える打率を残した2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出されたシーズンではオールスター出場を果たしたがこれは ボストン・レッドソックスのマニー・ラミレスの故障による大体出場であった。オールスターの時点で、オルドニエスは打率、312、16本塁打、62打点と59勝29敗で、畜種余裕クタイガースを牽引していた。過去2年間のように大きな怪我もなく、健康に過ごしたこの年は155試合に出場。3年ぶりの20本塁打以上となる24。 本類打自身4年ぶりであり、チーム最多となる104打点を叩き出した。同年10月14日、タイガースの3連勝で迎えたアルクスの第4試合で、オルドニエスは9回裏西からスリーランを放ち、さよならで試合を決めた。ポストシーズンのシリーズがホームランで幕を閉じたのはメジャーリーグ史上8度目である。その試合でタイガースは1984年以来の ワールドシリーズ出場が決まった。2007年は自己最高のシーズンを送った。一郎と首位打者争いを展開し、最終的には1分以上の差をつけ、メジャートップとなる打率。363で自身初の首位打者に輝いた。タイガースの選手では、同タイトルを得たのは1961年のノームキャッシュ以来、また打率。 363は1937年にチャーリー・ゲーリンジャーが記録した。371に次ぐコーダ・リーツである。54に塁打はこの年のメジャー最多であり、タイガースでは1950年にジョージ・ケルが56本打って以来の数字である。139打点はタイガースでは過去60年で1961年のロッキー・コラビトの140打点に次ぐ。 出塁率434はタイガースでは過去60年間で3番目に高い数字で1993年のトニー・フィリップスと1961年のノームキャッシュに次ぐ長打率595はタイガースの過去60年で1961年のノームキャッシュの662に次ぐ八月十二日のオーグランドアスレチックスに十一対 6で勝利した試合では、チームが8得点を挙げた2回に1イニングに、本塁打を達成。タイガースでは1955年4月17日当時のカンザスシティアスレチックスに16対0で勝利した試合で、アルケーラインが達成して、以来2人目であった。過去タイガースでこの年のオルドニエスを上回る、打撃成績を残したのは1961年のノームキャッシュだけであるが、 その年のアリーグ MVP は61本塁打を放ったニューヨークヤンキースのロジャー・マリスに与えられた。皮肉にも2007年のアリーグ MVP もまたヤンキースのアレックス・ロドリゲスが受賞した。2008年はさすがに2007年ほどの好成績は残せなかったものの打率317.21本塁打103打点という成績を記録。 タイガー追跡後に、初めて規定打席に届いた2006年から3年連続で、20本類打100打点以上の数字を残し、手法としての役割を果たした。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、4年連続で、規定打席に到達し、打率は3年連続で、 310を上回った。しかし、本塁打と打点では、タイガー推薦後に規定打席に到達したシーズンとしては、自己最低の数字にとどまった。2010年7月に右足首を痛めたことで、5年ぶりに80試合内の試合出場に終わり、その影響で5年ぶりに規定打席到達を逃した。しかし、打率は4年連続で、300以上の数値をマークし、 本類打も2桁をクリアした。2011年は92試合出場で打率255と成績が大きく低下し、シーズン終了後にフリーエージェントとなった。その後は所属先が決まらず、2012年6月3日に引退を表明した。同日、コメリカパークでのタイガース対ヤンキース戦の試合前に、オルドニエスの引退セレモニーが行われた。 始球式では、マックス・シャーザーが保守を務めた。現役引退後は、母国ベネズエラに帰国し、政治家への転身を図り、ソティオ市長選挙に立候補し、12月に行われた市長選挙で当選を果たした。コンパクトで速いスイングをし、三振が少なく、広角に打ち分けることができる打者であり、甘い球をスタンドへ運ぶパワーも持っている。技術は上手いが、怪我で、 走力は落ちている。右翼手としては平均以上の守備力を持っている。ジャンピングキャッチやスライディングキャッチがうまく、特にライン際への反応が良い。肩は平均的であるが、送球は正確である。デトロイトのコメリカパークでは、その特徴的な長髪から縮れた黒髪のかつらを野球棒のもとに被って応援するタイガースファンが一部に存在する。 またコメリカのファンや野球ブログを書くものの中には、ビッグチルダというニックネームを使用するものが出始めた。愛情を込めて、マックズと呼ばれることもある。第1回大会に続いて、2009ワールドベースボール、クラシックのベネズエラ代表に選ばれたオルドニエスだが、第1ラウンドから、打撃不振に陥った。マイアミ、ドルフィンスタジアムで行われた第2ラウンドでは、 ベネズエラの応援団から一斉にブーイングを浴びた。これは打撃不振に陥っていたこともあるが、政治的な背景があった。オルドニエスは、ベネズエラのウゴ、チャベス大統領が推し進めた憲法改正の支持者であり、ベネズエラ国内で放映された国民投票を呼びかける CM にも出演しており、チャベス支持者と見られている。在米ベネズエラ人には、 極端な反米政策を取るチャベス大統領に反発している人々が多く、マイアミでの試合を観戦に訪れていたベネズエラ人もその多くが反チャベス派であった。そこに打撃不振でチームの足を引っ張っているオルドニエスに対してのフラストレーションが相まって異例の自国の選手に対するブーイングに発展したのである。タイガースのチームメイトで同じく、 ベネズエラ代表のミゲル・カブレラは好きではない。野球に政治を持ち込んで欲しくないとコメントした。チャベス大統領はオルドニエスへのブーイング問題についてコメントを出し、オルドニエスを擁護するとともに自国民をやじるファンの存在を嘆いた。そして、ベネズエラが勝利するために国民が一体になって応援しようと勇めた。ただし、2013年から、 現職のニコラス・マゥロとの関係は明らかにされていない。ありがとうございます。